今日はあの経済ショックで世界中のみんな憂鬱になったりしてる時で、その時にこの大事な書をするってことで、私もちょっと頑張ってちゃんとこれ書いてきたんですだからこれ読みます。このドリームパワージョン・レノンスーパーライブも8年目を迎えることになりました。早いもので、去年までの7年間にドリームパワーの力でアジア・アフリカ18カ国に75校の学校が立ちました。最初に立った学校の小学生が中学生に、中学生がもう大人になったということです。まさにドリームパワーの超能力を見せられると思います。多くの日本のロッカーたち、ドリームパワーコンサートの皆さん、そしてこのコンサートを毎年支援してくださったプレスの方々、そのみんなで継続できた大事なプロジェクトなのです。本当にありがとう、深い感謝の思いでお礼を申し上げます。私がこのプロジェクトを始めたのには3つの理由があります。1つは、私たちの子どもたちが平和な暮らしをしているときに、アジア・アフリカではうちもなく外に出るしかない子ども、足をなくして松葉杖でしか歩けない子ども、親が殺されて自分で生計を立てるしかない子ども、そんな子どもたちがこの世界にいるということがあまりにも不公平で惨めで、一刻も早く助けなければという強い気持ちがまず第一番でした。でも爆撃で死んでいった親を戻してあげることも、また長い人生を前にして松葉杖で歩かなくてはならない幼い子供に足を返してあげることもできないのです。食べるものがない子供に食料を送ってあげることは大事なことです。それはすでに国際機関や多くの援助団体がカバーしています。でも食料を食べてしまえばそれっきりです。教育を身につけることができればそれは一生のものなのです。それでそれができるようにと思い、学校を建てることを選びました。第二の理由は、日本国家として OECD などを通して多額の国際援助を行っていますが、私たち日本人は個人のレベルで途上国の人々を助けてあげることはあまりしていないと言われています。それは慈善活動や寄付をやりやすくできる仕組みが政府によって作られていないこともあります。それで日本人もドリームパワーコンサートなどで途上国に助けの手を差し伸べて、その国の子どもたちを援助しているのだということを世界にも知ってもらいたかったのです。そして第三の理由は、日本の子どもたちです。引きこもりの子どもたち、ユース病にかかって街をふらふら歩いている子どもたち、自分は何もできない人間だと思って自殺をしたがっている子どもたち、そんな子どもたちに希望と生きる勇気を与えたかったのです。では続いてご質問、はい、中央の方。グルービーハイ TV の広瀬と申します。小野陽子さんは今回のドリームパワーで世界の子どもたちに夢を送ろうとしています。世界の子どもが夢を見るためには大人も夢を見ないといけないと思います。大人が子どもに夢を見させてあげるための大人の夢、子どもに送りたい次の世界を作るために、小野陽子さんは今どんな夢を見ていらっしゃいますでしょうか。まあいろんなことしてるんですけども、それをこうリストしなんかするとね、なんか長くなっちゃうけれども、例えばイマジンピースタープも作りましたね、アイスランドで。でそれもやっぱりあの光の塔ですから、あの光っていうのは愛と同じバイブレーションなんですよ。だからそれでもってあの皆さんにまあそういう形でもって愛をあげてるということで、でも世界中にそのイマージンピースターって北にありますから、って北っていうのはね、英知とそれから力なんですよ。でその北からずっとこう地図だったら一番遠くからこうずっとあの、うん、その愛が広がっていく。だから、うん、
よく憂鬱になった人は夜なんかただ一人ぼっちの気持ちの時はね、インターネットでもってあれを見てくださいって。そしたら光の塔を見たらば、みんながその光の塔を一緒に見てるんだってことを考えて、そしたら一人ぼっちじゃないでしょってよく言うんですけどね。イマジンピースタワーは12月、ジョンの誕生日である10月の9日から、12月の8日までアイスランドで光を出してるんです。でインターネットでも見ることができます。そうですよ、だからね、ちょっと見てください。ご覧になってみてください。ありがとうございました。